あきおめすいすい。知ってる人いると思うんですけど、僕この休止期間を使って TikTok を結構頑張ってるわけ。やっぱさ、 YouTube を伸ばすにあたって TikTok ってすごく大切だなと改めて思ったんですよ。だからすごい頑張ってね、苦手な TikTok っていうところに力を注いで頑張ってるんですけど、もう本当にね疲れるね。なんかすごいマジで、なんで俺は1年間 TikTok を続けられたんだろうとか、そんなね感じのことを思いながら、まあ疲れてるわけなんですけれども、何が言いたいかっていうと、みんな頑張ってる俺を褒めてっつって、誰がお前枕汚いんや。この概要欄に TikTok のリンク貼ってあると思うので、ぜひ応援してください。頑張ってます。ということで、今回の話っていうのは、女子のギャップ最強じゃねみたいな、そういったような話っていうのをしていこうかなと思います。やっべ、ゲップでそう、あかん。やった。裏でモテる女子の特徴とか、そういったような話してるじゃん。結局モテる女子よりも俺、裏でモテてる女子の方が強いと思ってて、高校2年生の時、高1の頃は全く知らなかった女の子がめっちゃ人気になってたの。この人気っていうのはマジで男子の仲いい人たちだけで話すような、こっそり話されるような、まあ、人気って言えばわかるかな。よく言うのが一軍女子、一軍で女子からも信頼が厚くてみたいな、ああいう子たちって確かにね、可愛い可愛いって言われるかもしれないし、付き合ってみたいなとか思われるかもしれないけど、実際に好きにはならないじゃん。付き合ったらどうなるんだろうとか、そういうことを思うわけ。だけど、その高一の頃全く知られてなかった女の子はガチ恋勢超多かったの。そのガチ恋勢に今回俺は入っていません。どうしてその女の子ってガチ恋勢を増やしたかっていうのを僕考えたら、ギャップがあったと思うんですよね。で、何のギャップだろうっていうのをね、もう一度この前考えてみたんですよ。5分前のこと。高校1年生の頃、マジでその子陰キャだったの。だけど、高2に上がった瞬間、自分磨きめっちゃ頑張って、くっそ可愛くなったのね。だから、この動画を見てる人でも、私って可愛くないなって思っても、多分メイクとか頑張れば超可愛くなるっていう子山ほどいると思うんだよ。TikTok とかもそうじゃんね。あ、この子可愛いとか思って YouTube 覗いてみたらなんか別人だったみたいな。あれ ?YouTube 担当と TikTok 担当の子がいるのかなみたいなね。そんな失礼なこと言ってるところでね、少しちょっと反感を食らいそうなので、一旦謝っておきます。ごめんなさい。まあそういったさ、高校1年生の結構陰キャだったけど、今こんなにも名を上げましたよっていうこの下克上、コムドットみたいな、しかもあまり知られてないっていうのがめっちゃ強いと思うんだ。あまり知られてないし、この子ってこんなに可愛いからなんか狙っちゃおうかなみたいな、俺でもいけるとか思っちゃうの。これ別に失礼なことじゃないよ。高嶺の花って呼ばれる子たちってさ、俺じゃ無理だなとかそういうことを思ったりとかするんだけど、コムドット系女子っていうね、まあコムドット今もうすごいけど成り上がってるからね、そういった意味を込めて、まあコムドット、ちょ、ごめん、マジで話変わるけど、言いたいことが一つあって、インスタの DM に、コムドットのゆうたくん、いつも応援してますって送るの、本当にやめてもらっていいですか?これね、間違いなく、俺のインスタの DM に届く文章とかって、ゆうたくん頑張ってくださいよりも、コムドットゆうたくん大好きです、頑張ってくださいの文章の方がマジで多いからね。どんないじり?お前そんなイケメン出してきて、誰がお前イケメンちゃうねん。お前ここで潰したのか、誰がどっすんや。お前ゴツゴツしてるところに置いたら必ずその位置で消える。誰がお前テトリスの資格だ、お前。便利ちゃうわ。何の話したっけ?まあ、とにかく、高一の頃無名だったっていうこのギャップと、俺でもいけるんじゃないのかっていうこの目立たなさっていうのが、裏でモテる女の子の特徴だったりとかするんだよっていう。しかもそれは、モテるだけではなくて、ガチ恋勢が多いっていう、すごくいい状態っていうのを僕は今まで YouTube で伝えてきた。もしかしたら今初めて言ったかもしれないけどね。それでもさ、今現在目立ってますよっていう女の子とかいると思うんだよね。そういった目立つ目立たない子に共通して、必ず男が好きになっちゃう要素ってなんだろうって考えた時に、やっぱギャップだと思うんですよ。タイトル回収、伏線回収、よいしょ。今回は僕インスタグラムの方で視聴者からね、クソ可愛いなと思った女の子のギャップを教えてくれっていうことでね、募集させていただきました。ちなみにこのコメント欄に小沢優太のギャップっていうのを書いてほしいなって思いますね。いやー、たくさんあるんじゃないですかね。もう僕ギャップ見せまくりですからね、本当に。これはキャップ、うはー、はい、笑ったー。チャンネル登録してね、星。普段クールなのに動物や小さい子を見ると甘くなる。これもう作戦だよね。そういうの見るとあざといなって女の子は思うでしょ。で、俺も思うんだよ。こいつマジであざとだけど好き。ライカはいいです。まあ私女なんですが、文法うんこっすね。メスゴリラからフランケンメスゴリラになった時のギャップえぐい。あ、なるほどね。まあゴリラってちょっとガタイがいい状態。で、フランケンって結構さ、その、なんていうのかな、ミイラっぽい感じ。だからそれに近づくっていうところでギャップっていうところを言ってると思うんだけど、本当に何言ってるかわからん。普段は男勝りな子が LINE 電話で韓国の童話を楽しそうに歌っていた、とても愛おしかった。韓国の童話ってマジ何っていう感じなんだけど、とりあえず韓国の童話調べていいですか。韓国の童話ね、みんな気になってると思うし、流せないから俺が今聞いて歌うわ。アッパーコマトゥントゥンヘー、
おんまごむなるしね。大丈夫しねって言ってるけど。運動も勉強もピアノも何でもできる子がバスケのドリブルに苦戦してたこと。運動神経悪い女の子ってめっちゃ可愛いよな。よくね、DM とかで運動神経が私ないんですみたいな。だから体育の授業とかすごい恥ずかしいっていう風に言ってるんだけど、めっちゃ可愛くない？特にさ、普段いろんなことできますよっていう、ピアニカとかね、そういうのできますよっていう人が運動神経悪いと、マジで可愛いなって思っちゃう。バスケのドリブル？僕のたまたまもドリブルしてもらっていいですか？高身長女子が怖がってるの。これわかるんだけど、やっぱさ、俺高身長女子の何が好きかっていうとさ、やっぱね、高身長イコール強いっていう印象が若干あんの。これが嫌だっていうね、女の子の方が多いと思うんだけど、その強いっていうのから繰り出される怖がり。え、何それ、守る！ゆうたくんの YouTube 見て、この人かっこいいと思ってインスタフォローしたら、普通面だった。がっかり。あ、なるほどね。確かにね、これ照明とかもあるから、若干顔漏れるんだよね。で、しかも最近さ、ちょっと頑張ってるからさ、少しかっこよくなったかなって思って。で、それで君もかっこいいと思ってくれた。これありがとう。本当にありがとうね。それで、インスタ飛んでみて、で、写真見てみたら、あれ、普通面だな。がっかりでフォロー解除。マジ舐めんな。メガネつける。おわ、外した時。よく言われてるよね。なんでメガネつけてる時とか、外した時がかっこいいって言われるのか、ちょっとよくわかんないんだけど、まあでも、俺そんなにさ、そういうことってあんまやんないからギャップっていうものを作りにくい体質ではあるのかなとか思うんですけれども、どうなんでしょうか。いつもメガネをかけてキリッとしてる子が下校中に野良猫に話しかけていたこと、ガチ可愛い。確かにね、たまにおるよな、そうやってガリベンかっていう子が猫とか犬と戯れてるみたいな。で、犬も懐くんよね、そういう子に。そのギャップっていうのはめっちゃわかるわ。頭良さそうな人が頭悪い。これね、よくあるんだよね、メルちゃん。ねえ、ねえ、メルちゃんもそういったことあるよね。うん、そうだよね。頭悪そうな子が頭良かったりとかした時もギャップだもんね、逆に言うと。夏はずっと半袖の体育会系男子が冬になった瞬間に燃え袖になった時。ちょ、マジこれ何言ってるか分からへんわ。全然分からん。本当に分からんわ。いや、なんか、これ結構さ、暑がりだから、全然分かんない、そういうの。筋トレしてーわー。すごい頭いいけど、どっか抜けてるところ。やっぱさ、ドジっ子とかそういうのってさ、めっちゃさ、可愛いなって思うよね。やっぱね、俺も昔ね、いたのよ。なんか、何でもできるみたいな女の子がいて、結構抜けてる部分があって、で、それこそさ、勉強とかめっちゃできるんだよ。できるんだけど、授業で当てられた時に、答えるべき場所っていうのを間違えちゃって、なんか、大問1個ずれたところを話しちゃうみたいな、そういうところを見るとさ、可愛いなとか思っちゃうんだよね。口が超悪い子。本当に？これギャップ？口が悪いってあんまし良くないと思うんですけど、これはギャップなんですか？よくわかんないんですけど、そんなこと言ったら俺、次の項目読んだ瞬間にバカ口悪くならなくちゃいけないじゃん。雷怖がる。ぶりっ子か？ゆうたくん好き。え？奇遇、俺も。電車の床に足の裏スリスリしてたこと？あ？どういうこと？ベルちゃんもちょっとね、疑問に思ってますけれども、足の裏スリスリしている人、どう思いますか？てか今1月の2日だよ、これ撮ってるの。1月の2日ってみんなさ、テレビとか見てゆっくりしてるでしょ。 YouTuber ってすごいよね。こういった時もさ、ちゃんと頑張ってお仕事してるわけだよ。不公平に感じてきたから、今から寝ながら撮っていいっすか。普段あまり喋らない静かな子が喋った時めっちゃ可愛い声だったこと、この経験僕にもあります。おそろですね。俺の隣の席の子が本当に喋らない子で、その子の声を聞いた人っていないんじゃないのかっていう、むしろ聞いたら死ぬんちゃうかみたいな噂も流れたぐらい本当に喋らない子がいて、でそれで英語の授業の時に読み合いましょうってなって、そこで俺は初めてその女の子の声を聞いたのね。すごいね、透き通ってて可愛かったの。だから普段やっぱ喉をあんま使わないからさ、声の音に汚れがない感じがしたのね。やっぱ俺とかさ、下ネタとか言ってるじゃん、喉が汚れんのよ。まあ、そういう女の子っていうのは喉汚れてないからさ、綺麗な声出るんだなーって思ってるんだけど、なんかこれ俺すごく悲しくなってきたな。いつもいじってきたりしてるのに、風邪ひいたり怪我した時めっちゃ優しく連絡してくれる。わかるわー。もう好き、そういう女の子ほんまに好きや。もうそれさ、顔とか関係ねえから、みんなやって。あ、やばい、あかん、あかん、体調悪なってきた、あかん、あかん。コメント、コメント。いつもうるさいけど、お相手の親に会った時敬語になって緊張してる時可愛い。まあ普通やけどな、それが。仕事めっちゃできてサバサバしてる先輩がプライベートめっちゃ天然で、 LINE の文面ひらがなまみれの人。これは多分いつもは仕事できてちゃっかりしてるイメージなんだけど、 LINE の文章になるとひらがながずっと続くみたいな。で、それあなたと連絡してる時に変換するのがめんどくさいってだけじゃないですか。その程度としか思われてないんちゃう。あかん、あかん、具合悪くなってきた。悪口言ったら具合悪くなってきた。喉も汚れてまう。あかん、あー、コメント欲しい。あー、学校では騒ぎまくってる陽キャのトップみたいな人の家に遊びに行かせてもらった時、バリバリ家事してた。それで言うならアピールタイムしていいですか。今21なんすけど、20歳からずっと家族支えてるんすよ。あ、でもそういった頑張ってるアピールをこの状態でやるのってよくないよね。マジちゃんとアピールする。ちょっと待ってね、普通に座るわ。おしー。
今日はこのぐらいにしましょうかね。さっきも言った通り TikTok 最近頑張ってます。あとそれと Instagram のフォローとかもよろしくお願いします。それとですね、高評価いただけるとすごく嬉しいんですよ。コメント、高評価、チャンネル登録は別にいいわ。チャンネル登録はもう好きな時にしてください。まあただこの動画を見ていって、君と僕ここで巡り合えたの奇跡だと思うんだ、ということで高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ビビ、高評価押してチャンネル登録もして、てかチャンネル登録無理にしてとか言わないから登録、あ、間違えた、高評価だけ押して、だってボタン押すだけなんだから、そんなの誰でもできるだろうよ。